タクにはいろんなオタクがいると思うんですけど、まあ天気図がね、仕事で見てらっしゃる人もいると思いますけど、まあ大体1000枚ぐらい見るとですね、梅雨時だけですよ。1年ずっと見てませんから、僕はね。気になる時しか見ないです。で、全部集めると10年分で大体こんぐらいになるんですけど、この1000枚の中で何回いたかっていうことで、手で数えたっていうね。でですね、まあ、そういう経験です。で、まあ、細かいことはいろいろあるんですけど、まあ、大事なことはですね、これはすごいと僕が思ったことはですね、九州と沖縄の大雨が、まあ、大体ね、僕が気にしていることなんですよ。で、土砂降りになって梅雨が明けるみたいなのが毎回のパターン で明けるかな、もう明けてんじゃねえのか、ずっと晴れてるしっていうのが梅雨明け前なんですよ。で、最後にドンと大雨降って終わりみたいなやつなんですけど、その梅雨明け前に必ずこいつがいるっていうですね、その法則を発見したっていうですね、そういう研究なんですけど、で、梅雨入りって書いてありますけど、梅雨入りは、まあ、まだ今梅雨入り前ですけど、もうすでに出てるんですよ、ちょいちょい。で、こいつが結構その生きがってきたら梅雨なんですよ。はい、あ、生きがってるなーっていうのが天気図見てると分かると、皆さんも見てたら分かります。はい、で、ね、今日の気象業界さんがですね、まあ、毎日こういうの出してるじゃないですか。で、例えば数日前とかですね、言うんですよね。わかります？黄海って場所わかりますかね。朝鮮半島と中国の間の、ちょっと入り江みたいなとこです。はい、で、あそこだけに必ずなんかね、流れてってスーッと逃げていくやつ別にどうでもいいんですけど、あそこにとどまる癖があるんですよ。で、今だとせいぜい1日か2日するとパッと消えちゃうんですけど、これが3日とか結構居座り出すことがあるんですよ。それを僕は生きがってるって言ってるんですけど、生きがり出すとですね、もう完全にそのこの南北のペアが成立するんですね。はい、で、こうなったら九州やばいんですよ。はい、それが梅雨入りだなっていうのはですね、僕の、まあ、最近の研究なんですけど、もう一個見てみましょうか。はい、これ3月30日ですね。だから冬から梅雨って、春から梅雨って、その境目がよくわからない、こうなんとなく変わっていく感じに見えますけど、実はこいつを追っかけてると割とその、あ、今どの辺の位置だと、もうこれあとこれぐらいで梅雨入りなんだと。梅雨入りってある日突然宣言される感じがあるかなと思うんですけど、実はされる前からこいつさえ追っかけてれば割と見えるぞと、おーすげえってなったっていうのがですね、まあ僕の2年ぐらいの研究の話なんですけど、これはでも元々はですね、僕が嫌いでイライラしてなかったら出てこないんですよね。でもこうやって見出すとちょっと、お、君面白いなと。はい、で、僕は完全に今梅雨に愛されてると、ね、自分で言ってこの最後の本は終わるんですけど、もう完全に愛されてるなというハッピーエンドでこれは終わるんですけど、今今年どうなるか分かりませんけど、もう楽しくしょうがないんですよ、こいつ追っかけるのは。はい、別にその僕あんまり実はね、連ドラ見る趣味ないんですけど、朝ドラとかもあんまり見ないんですけど、これを追っかけるんだったらちょっとこう引きつけられるものがあるという、その自分なりのこう引きつけられるシナリオが実はあるんですよ。嫌いなものの後ろに側にこそあるんですよ。はい、で、そこは実はそのこれが隠れてる一番最大のポイントじゃないかと僕は思う話ですね。はい、まあ、スピリチュアルではないんですけど、はい、なんていうか、見方がガラッとこう変わる瞬間がこう見てるとあるんですよね。嫌いなものの見方を変えるっていう、はい、そこにちょっとテクと言えるかどうか分かりませんけど、なんかそういうのがあってもいいかなと。だから、まあ、みんな散々その嫌いなものを散々言ってましたけど、結構楽しそうですよね。みんな熱弁してましたけど、そう、まあ、嫌いなんだけどね、ネタにする分には割といい感じじゃないですか。はい、このあと10人ぐらい飲み会に来てくださる人はですね、1時間みっちりその嫌いな話をですね、
聞きたいなと思うんですけど、だから僕が今日結構言いたいことなんですね。天気に愛されてる人がどういう人かは、まあ、別にそれぞれ勝手に決めていいことじゃかと思いますけど、大体好きなところしか見ないんですよ僕らは。でもこれだけやってると結構実は振り回されることが多いよねっていう話なんですよ。で、何かっていうと振り回してくるのは嫌いなやつがあるんですよ。嫌いなやつはそいつから得られることがないから嫌いであり続けてもそれが固定化しちゃうんですけど、本当はなんかそれを仕事にして得られるものがあったりする人もいれば、それを趣味にしてしまう人もいるかもしれないし、それを研究して食ってる人もいたりとかするわけですけど、僕はだからものすごい感謝してますよ。はい、梅雨がなかったら今の僕はないですから、はい、こうなったらもうなんていうか振り回されるというよりは、まあ、まあ、ある意味振り回されてるんですけど、イラついてるじゃないですか、はい、で、まあだから気象学っていう、まあ、ヘビーのアプリだというふうな話をちょっと 最初にしましたけど、まあ、気象予報士を取るために勉強するっていうインストールの仕方ももちろん全然ね、そういう人もいていいと思うんですけど、まあ、そういう才能のある人も気象学のインストールの仕方としてあれですけど、別にそんなでもないんだよなっていう人も気象学は必要なパーツだけ選んでインストールできると僕は思ってて、で必要なパーツって何なんだって言ったら嫌いなところにあるんですよね。で嫌いなところを、まあ、今みたいに、まあ、だから今日は3つってことにしましたけど、書いたら10個20個30個出てくるんですよ本当は。で今5分で3個出るんで、ね、別に1時間2時間3時間やったら100個ぐらい出てくるわけですよ。でそこからそのなんでかってちょっと説明しただけで気象学的なことはものすごいあるんですよ。もう自分で勉強したとかじゃなくて、すでに自分で持ってるものが結構あって、でそこを実は自分で持ってるアプリの部分は普段使ってる意識はないかもしれないけど結構あるんですよ、はい、でそこの、まあ、ちょっと隙間を埋めていけば実はなんかこうちょっと世界が変わる瞬間があるかもしれない、はい、これでこれが最後僕が一番ね重要だなと今実験してみて分かったと思うんですけど、まあもちろん好きな部分の愛情を伝えてもいいんですけど、まあ、嫌いな部分にもやっぱり裏返しの愛情があったりするじゃないですか。今喋ってみたら分かると思うんですけど、これをですね、まあ、今回たまたまこのメンバーで30人ぐらいの人に、まあ、熱弁したりとかしたじゃないですか。これね結構ね相手に 言うといい感じになるんですよ。これは言わずに抱えてるとイライラしたまんま振り回される言い続けるところがなかなか抜け出せないんですけど、誰かに言うとか誰かに共有するとか、まあ、解決策はこうじゃねえかと言ってみるとか、別にそれも答えじゃなくてもいいんですけど、なんかそれをやり続けるとだいぶステージが変わっていくというかですね、まあ、嫌いは嫌いなんだけど、その好きと嫌いは全然変わらないかもしれないけど、なんかちょっとステージが変わっていく感じがですね、多分味わえるだろうと。で、まあ、実際僕はかなりのなんていうかな劇的な変化をですね、まあ、梅雨に対してもですね、梅雨だけじゃなくて、まあ、いろんなものに対してですけど味わってきたんで、まあ、それを、まあ、失敗の裏返しのところにそういうのがあるよっていう話がしたかったわけですね、はい。で、まあ、今日はこんなタイトルでそういう話になったかどうかはちょっとあれですけど、まあそうですね、だから大体その天気の話ってなると結構その今日はどうですねっていうところまで行くけど、その先になかなか行かないことはあると思うんですけど、ちょっとですね嫌いなことを聞き出すとか、自分のもまあ言うのもいいんですけど聞き出すとか、そういうところにちょっとステージを変えるとちょっと別に今まで持ってたテクニックとはちょっと違うものが手に入るんじゃないかなと、はい。でそれをまあ一番知りたかったのは僕が知りたかったからここに
だから一番得するのはですね、だこういうのを取材してなんか喋らさせてもらったりするじゃないですか。そうすると一番その新しくアプリをインストールできるのは話した人なんですよ、僕なんですよ。でだからあの皆さんも全然そのわざわざこういうイベントにしなくてもいいんですけど、飲み会でもお茶でも何でもいいんですけど、そこでちょっとそのあこういう感じで会話するっていうのでもありなんだと思ってみると、ちょっと、はい、今までと違ったものが一番得する、あ得したなっていうのが感覚として味わえると思うので、はい、やってみてほしいなと、はい、いうことが今日やりたかったことです。はい、ちょうど8時半になりまして、こんな感じでいいでしょうか。はい、ということでありがとうございました。本日は小崎様に、非常に、楽しい、お天気の愛し方をお話しいただきました。最後にもう一度拍手で、感謝させていただきます。ありがとうございました。それであのお手元アンケートも少しご用意させていただきましたので、その時間アンケートを書いていただきますとなります。それからちょっと途中で来られた方もおられるんで、もう一度再確認したいと思いますけれども、これ 3階のですね、レストランフロアで、1人2000円で懇親会というか打ち上げをやろうと。先ほど手を挙げてない方は手でもいいかなと思う人はどっちかおられますかね。あと先挙げたい以外の方でもう一度、もう一回ちょっと挙げていただきますか。その行ってもいいよっていう人を、先ほど手を挙げていただいた方もすみませんが、もう一度手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。はい。後で3階の方へご案内したいと思います。で、よろしくお願いします。